こんばんは。今これは心斎橋商店街ですね。はい、すごい人ですよ。どうなんだろう。俺の声通らないんで、タカさん喋っといてください。今ね、向かっているところはちょっと後輩がやっているイタリアン中華。何？はい、イタリアン中華ですね。イタリアン中華。選べる。うん。スタイル。お店にちょっとご飯行って、はい、まあ打ち合わせでもしてって感じでぼちぼち歩いてます。はい、渋いとこにあるんですよ。こんばんは。はい、こんばんは。渋いところここね、大阪の心斎橋商店街をぴょんって右に曲がるとですね。渋いでしょ。ここにこのね商店街があるんですけど、要するにここだけちょっとひゅっと奥に奥まってる場所があるんすけど、一番奥ですね。なんかあれだね、くれたからね。はい、ここのネオンが入ったらいい。そうだ、うち、ここのお店のネオン管はうちでつけました。なんか喋ってよ。ちょこちょこは無視してやってくれる。はい、到着ですね。これがオルティマチェイ。オルティマチェイね。あれ、オーナーさんいらっしゃいましたね。ウルティマチェイナ。あ、ウルティマチェイナ君ですね。もうダメ？ダメ？もう無理？あ、もう閉まってるみたいです。帰ろうか。帰ろう、もう難しい、難しい。はい。ウルティマでーす。ウルちゃんでーす。はい。難しい。よろしくお願いします。裏飯うまい。ありがとうございます。でもさ、はい、みんなキャンプとかしたんだ。行きたい、ね、行きたい。キャンプしたよ。キャンプ行きたい。そろそろ。あ、ごめん、本音は行きたくないです。寒くない？寒いの嫌いだもんね。なおや、あの2年ぐらい前かな、一緒にキャンプ行った時に、なおやが寝てるテントをカラス10匹ぐらいに襲われて、トラウマです。トラウマやね。僕とね、タカさんはね、たまに行くんですよね。こう、もうキャンプつながりで、結構キャンプ行ってキャンプつながりで、わけでもないですけど。キャンプに出会ったみたいな感じになってる。キャンプつながりやろ。キャンパー同士で知り合ったりする。全然ちゃいますからね。普通に好きでよく行くだけです。キャンプ、そろそろもう寒くなってきたからな、キャンプ。寒くなってきたからキャンプ行こうっていうのは、もうまず考えられない。なんで？なんか演技してるの。なんで？寒いし。焚き火であったかいのがいいんじゃない？いや、あれはすごい好き。うん、その後なんで、まあ冬にキャンプかっていうと、やっぱそのキャンプの醍醐味ってやっぱ焚き火なんで。焚き火。そうです、ね。焚き火なんで。焚き火。寒いから厚着して焚き火に当たって、あったかいな。で、朝寒。これがキャンプの醍醐味。そこの焚き火終わりまではいいよ。あとは飯ですね。シャウエッセンね。シャウエッセン。ドラゴンはあのシャウエッセンしか食べないです。僕シャウエッセンがこの世で一番好きな食い物なんです。だからいつもキャンプ行くときシャウエッセン5袋ぐらい。あざっすか。お、ウラペペだ。ウラペペ来た。イエーイ。これね、めっちゃ見えますかね。ウラペペ。見えません。見えますかね、これ。とりあえずまあじゃあキャンプは決定して、あとちょっとこの小僧ども誘う。キャンプ行く？え、いつっすか。あ、バンちゃんもキャンパーやん。バンちゃんもキャンプ行こうよ。行きます。おお、休み取る。取ります。工事はいつです。26行きます。いや、そんな嫌々だよ。いやいや、行きます。休み取ります。ねえ、また言われるよ。またバットするじゃん。行きます、行きます。映ってなかったらバットになるね。行きます、行きます。映ってなくて、いやキャンプはお前らが誘った。いやいや、言うてない、言うてない。そんな言うてない。断りにくいけど先輩やしみたいな感じだ。いや、ちゃいます。平日平日ですね。無理すんね。あ、ちょっと調整します。なんか無理。てか、タカさん、こんなうまい飯、飯が最高なんで、ウラちゃん出てきませんか。そうやな。ウラーといえば飯やもんな。ウラちゃん、もういいから。キャンプ、ご飯作るの行きません。キャンプ行きましょう。水木が来た。おキャンプ行きましょう。ってことは、ウラちゃんに飯作ってもらおう。そう。いや、最高。キャンプ完全に最高あの竜、裏飯狙いだったよ。最高。けど、ウラちゃん気をつけて、どんだけ美味しいソーセージご飯でも、
シャウエッセンじゃなかったら全員否定やから。シャウエッセン焼いただけが一番美味しい。そう、でもシャウエッセン買っていくやろ。でも違うソーセージ買おうもんなら人格否定されるから。いや、そこまで。そこまで。シャルエッセンじゃないのかよ。信頼エグいっすね。もしシャルエッセン行くやん、もし買い出し行くやん、なかったらずっと。いや、これでもキャンプに、キャンプにブラちゃん来るならまた話変わってくるよ、これ。いや、熱いなぁ、うん。なんかそんなのかわいそうに、ウラちゃんのハードルが上がるやん。違う違う、それはもうすごい、すごいいいことですよ。そんなね、こんな美味しいご飯、うん、まあ、これが食べれるわけじゃないんですけど、別に利用とかじゃなくて、もうウラちゃんが来てくれるってなったら、キャンプ楽しそう。キャンプで質が上がる。シェフ、あー、いいね。シャウエッセン料理。シャウエッセン料理、はい。ローストビーフ。ローストビーフ。ローストビーフ。うわ、こういうシンプル焼きそば。シンプル焼きそば。めちゃくちゃうまいやつ。それで作れよ。なんでやろ。あれちょっと飲食してるから俺も。一番うまいやつ。でなるなちゃん。ローストビーフって言ってくるやつちょっと嫌じゃない？しかも先輩でさ。ハードル上がる。名古屋ワンちゃんは。唐揚げ食べて。お前らなんか他の油でコンビネーションいるし。いや、ローストビーフはいけるやん。ローストビーフはいかんて。唐揚げなんて無理でしょ。何が食べたい、ここで何が食べたい、キャンプ行ったら。カレーうどん。ほんまに結構忙しいね。ブラちゃん、俺カレーうどん食いたい。カレーうどん。結構忙しい。カトキチのカレーうどん。食材はこちらで用意します。まあ、カレーいいっすね。けど、ブラちゃん、俺の簡単だよ。カトキチのカレーうどんだから、冷凍をほぐすだけやから。それ僕やる気じゃないな。はい、というわけで、はい、キャンプが決定しました。はい、はいはい、キャンプ行きます。近々来週でも行きましょう。はい、ね、でみんなちゃんとテントとか持ってきて、はい、はい、いつも。というわけでですね、まあ、急なキャンプ企画ですけども、はい、来週みんなで行ってきます。またその様子 YouTube に移して、また、ごめん、ほら、喋って、はい、心配して大丈夫。また YouTube に移してね、なんか素敵な動画なんかも撮ってもらえたらと思ってます。なんでそのうちもしかしたら上がるかもしれないんで、お楽しみにしておいてください。というわけで、急なキャンプ企画でしたが、みんな優しいから来てくれることになりました。はい、コージ以外はあれ本日はちょっとウルティマチェーナのご紹介も含め動画となってると思います。まあ、そんな感じでまたキャンプ動画あげます。ありがとうございます。バイビー。